今回はブログ成功のプチテクニック集ということで収入を発生させるためのコツを紹介します。で、知ってるだけでブログは成長しますんで、ぜひ最後までご覧ください。で、今回の動画なんですけど、よくネット上にあるテクニックって とは違います。例えば、タイトルにはカッコをつけろとか、プレップ法で書けとかですね、質の良い記事を書きましょうとか、ブログリンク、ボタンリンク、うんぬんかんぬんですね、何個つけたらいいとか、アフィレートリンクはどうこうとか、そういうね、ライティングのテクニックばかりがネット上のコンテンツとしてはあるんですけど、今回は違います。そもそも、ライティングだけで稼げないのは皆さんご存知ですよね、ということですね。 ライティング勉強したり、いろんな勉強されてると思いますけれども、実際稼げないじゃないですか。はい。なんで、本当に使えるプチテクニックを授けますということですね。はい。で、この動画を見るにあたって、自分ごととして捉えていただければと思います。ね、関係ないものはありません、ね。自分とは関係ないやと思うとですね、収益を遠ざけてしまいますで。関係ありそうなライティングのテクニックばっかり勉強して、結局収益にならないということになりますので、 ぜひね、このテクニックを、まあ、実践できるかできないかはともかくとして、これやる可能性があるんだと、やるんだと思って聞いてください。はい。で、意外とね、簡単にできるテクニックありますからね。ぜひ実践してみてください。で、こちらが私の実績です。えー、だいぶ長いことブログ運営してまして、月100万円を突破し、最高で月300万円を突破しました。はい。ということです。こんな感じでね、収益あります。 これ8月分のものなんですけど、9月はね、もう少し増えました。はい。で、ネット上にないテクニックを知りたいとかですね、自分に何が足りないのか知りたいとか、稼げない自分から生まれ変わりたいという方はですね、ぜひ最後まで聞き逃さないでください。では、定型特短に関するプチテクニックからいきます。で、このあたりめちゃくちゃ重要なんですよ。そもそもライティングがうまくても、もめちゃくちゃうまかったとします、皆さんは。 えー、もう本当にブロガーでもトップ3に入ると。でも、掲載する案件、提携できなかったら、ライティングはうまくても収益にならないですよね。めちゃくちゃ重要なんですよ、提携特典は。はい。で、えー、それをうまくいくためのプチテクニック。1個目、掲載する案件の記事を作ってから申請します。これ作らずに申請している方が結構いらっしゃるんですけれども、掲載する案件、 例えば A 商品ですね。A 商品を掲載して、まあ、提携したいという場合、いきなり提携申請出すんではなくて、しっかり記事を作ってから申請しましょうということですね。はい。で、次ですね。A8 フェスなど ASP のイベントは必ず名刺を持って参加しますということで、チャットワーク ID とメールアドレスを記載しましょうということです。 で、それを持っておくとですね、社員さんにあったら名刺交換ができたりしますと。できない場合もあるんですけれどもね、イベントによってはちょっと難しかったりもするんですけれども、おちゃんと準備してですね、チャットワーク ID、メールアドレス交換すればチャンスはありますよということですね。はい。で、ASP のイベントは公式サイトから見れますし、あとメールで案内が来たりしますんで、メールはね、見逃さないで、 まあまあ、軽く目を通すだけでいいんで、しっかり、えー、逃さないように、ね、情報を逃さないようにしましょうということです。で、次、暇があったら ASP のサイトを見る。まあ A8 とかを見るということですね。まあ、電車とかですね、まあ、通勤時間ですね。あと、休憩時間。 で、作業ができない場合は、まあ、ASP のサイトを見ましょうと。まあ、いろんなことが書いてありますし、それが皆さんのブログのマネタイズポイントなわけじゃないですか。なんで、ゴールを見るっていうのはめちゃくちゃ重要です。で、ゴールを見ないで記事を書いてしまうから稼げないですね。で、ゴールは ASP の案件です。アフィリエイトの場合ですね。自分で商品持っている方は自分の商品なんで、ぜひね、このあたりを。 え、ね、ちゃんとマネタイズポイントを見るということをやってみてください。で、次。即時提携案件を優先するですね。案件には審査が必要なものと即時提携案件というものがあります。まあ、最近即時提携の案件だいぶ減ってきてしまったんですけれども、提携申請を出したら即もう提,提携できて掲載できるという案件ありますんで、まあ、A8 とかですと即時提携みたいなね、 なんかマークというか、えー、文字が書いてあったりしますんで、ぜひチェックしてみてください。はい。まあ、ここまでが一つ目テクニックです。次が ASP 案件選定のプチテクニックですね。はい。で、えー、一番伝えたいのはこの1個目ですね。無料カウンセリング,ンリングと検索するということです。はい。 まあ、A8 とか AFB とか何でもいいんですけれども、検索窓ありますよね。その検索窓に無料カウンセリング。検索してみてください。あとですね、それ以外にも無料体験とか、まあ、体験だけとかね、そういう成果条件で検索するんですね。そうすると、無料体験とかカウンセリングが、成果地点の案件が一覧になります。これ ASP によるんですけれども、 A8 では一覧になりました。なので、入れてみてください。そうすると、無料生活券の案件をもうすぐに見れるんで、なんかあの稼ぎやすい案件があの一覧になってすぐわかると。すごい大きいメリットがあります。はい。まあ、無料申し込みとか無料登録ってやっぱり制約しやすいんですよね。30万円のスクールに入るより、無料のね、商品の方が確実に制約しやすいんで、そういうね、 あの楽に稼げる案件を探したい場合に使ってみてください。次。ASP のセミナーで特典がもらえる場合があるですね。はい、セミナー参加するだけで特典がもらえたりするんで、これもメールとか ASP のサイトを漏らさず見るようにしてみてください。まあ、皆さんにあった案件で特典がもらえるケースっていうのはそんなに多くないんですけれども、まあ、とはいえ、 えー、セミナーに参加するだけで特典がおられるっていうのはもう結構重要な、あ重要というかまあすごいね、あのー、楽な条件ですので、えー、必ずチェックしておきましょう。で、ASP からのメールは目を通す。で、えー、最初は一つの ASP で報酬をアップすると担当者がつきやすいということで、えー、まあこれ例を出しますと、A 社、B 社、C 社とアフィリエイトを使ってるとしますね。で、A、B、C 全部20万円稼いでると。 そういう場合は担当者がつかないかもしれないですね。まあ、20万円稼いでればつく可能性もありますけれども、つかないかもしれない。でも、1個の ASP で60万円、60万稼いでいれば、担当はつきやすいですね。まあ、60万でつくかどうかは別として、担当はつきやすいですということです。なので、1つの ASP に集中しましょう。で、えー、使いやすさっていうか、担当のつきやすさでいうと、A8 以外がおすすめです。A8 で担当者つけるのは結構簡単ではないんで、 えー、他の ASP をメインに使うといいですということですね。はい。このあたり、詳しくはね、あの、話せない内容もあるんで、メルマガ、あるいは LINE に登録してみてください。はい。これでね、まあ、毎月セミナーやってたりとか、質問受け付けたりとかやってます。で、キーワード選定に関するプチテクニック。まず、これすごい最近重要なんですけれども、ツールに頼りすぎないですね。ラッコキーワードとか、 h r e f とか、なんかいろんなツールあるんですけれども、結構漏れがあります。で、みんな今、ラッコキーワードとか知ってるんで、それで調べたキーワードってもう空いてないんですよね、なかなか。なので、Google 直打ちがおすすめです。はい。Google で、直で検索しましょう。まあ、ラッコキーワードはね、まず使っていいんですけれども、それだけを調べるんじゃなくて、それを軸に、えー、Google でちゃんと打ち込みましょうということなんですね。 で次、ASP にない商標キーワードは狙い目ということで、商標キーワードっていうのは商品名のキーワードですね。例えば、ABC 商品が ASP にありますと。ABC、ASP にあるんで、その ABC はみんな書くんですよ、記事を、ね。しかも単価が良かったらみんな書きます。さらにみんな書きます。で、D 商品が ASP にどうしてもないと。いや、ASP の詳細じゃないですよ、という場合、D の商品の記事を書くと、結構上位取れます。 で、D の商品の記事を書いて集客して、いやいやいや、ASP のある ABC 案件の方がいいですよ。まあ、A の方がいいですよ。B の方がいいですよ。C の方がいいですよ。みたいな。そういう着眼点でブログを運営すると結構稼げたりします。なので、ASP にない商標キーワードは結構ね、リサーチする価値があるかなと思います。で、それに付随して、Amazon の商品の商標キーワードもありです。 アマゾンだと、やっぱり ASP よりライバルが弱くなるんでえ、結構勝ってたりします。はい。なのでぜひ頑張ってみてください。 あと、キーワードはネット以外からも探すということで、キーワード選定するのはいいんですけれども、ネットだけでね探しちゃうんですよね。なので雑誌とか本とか、そういうところからも探すと幅広く狙えますということですね。で、次、新しく流行る造語は上位表示しやすいということで、個人ブロガーはですねこれから流行るとか、トレンドを狙っていくのが一番おすすめです。これは本当にね、あの稼ぎやすいです。 最近一番稼げた感じで言うとパパカツとかですね。パパカツっていうことはもともとなかったですけれども、それが出てきたわけじゃないですか。で、そこを狙うとめちゃくちゃ稼ぎやすいということですね。あと、怪しい単語は個人の狙い目ということで、えー、やっぱりね、企業がね、パパツなんて書けないんですよね。まあ書いてるとこもありますけど。なんで、あの、怪しい単語を見つけたら狙い目だと思ってリサーチをかけてみてください。 でえ、すぐにか、すぐに使えるテクニックで加速しましょうということで、今お伝えしたのは結構プチテクニックなんで、すぐにね、応用できると思います。まあ、1個でも使えるテクニックありましたら、すぐに実践してみてください。チャンネル登録、いいね、コメント励みになりますということって、えー、ぜひね、あの、動画にしてほしい内容とか、コメントいただけたら嬉しいです。あと、勉強になった内容とかですね、コメントいただくと、これアウトプットになります。で、アウトプットしないと人間って覚えないですね。動画見て、とりあえず OK みたいな。 それだとですね、もうすぐ忘れます。なので、もしね、この動画、ちょっとでもためになったなと思うポイントは、コメントにして、コメントしていただいて、そうするとですね、皆さんの頭の中にインプットされますんで、すごくね、あの、役立つ知識になるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、今回の動画は以上です。ありがとうございました。